長野と静岡の県境、普段は人気のない山深い峠で年に一度熱い戦いがある。いざ勝負。綱を引くのは静岡側演習軍の浜松市天竜区三作保の人たちと、長野側信州軍の飯田市南信濃の人々。2つの地区は戦国時代徳川軍と武田軍の攻防があった兵庫市峠を挟んだ集落で、昔は街道沿いの隣り合う宿場町として大いに交流があった。しかし両地区は戦後行き来が途絶えてしまったため、27年前、もう一度地域のつながりを復活させようと綱引きを始めたのだ。一勝負3分の3本勝負、日本選手で勝敗が決まる。昨年からは女性の参加も義務付けられ、まさに地区の総力をかけた戦いになった。勝てば国境を1メートル動かし領地を獲得。だから両陣営の合言葉は、長野に海を、静岡に諏訪湖を。実現する頃には何万回も交流して仲良くなってしまうという逆説的な目標だ。合戦後は共に飲み共に食べる、そして子供たちも綱を引き合う。そんな県の境を越えた交流が生まれる一方で、それぞれの地区内での結束も高まった。地元の歴史を綱引き勝負に仕立て上げたイベントは、今や2つの地区にとって欠かすことのできない祭りになった。